やっぱ2体で来られると気分的にしんどいな。今回はストレガを名乗る2名の妨害はなかったでありますね。ナビ役を抑えてるからね、先回りできなくなったのかも。でも無事に終わってよかったよね。結局荒垣先輩間に合わなかったし、あと理事長も喜んでましたよ。問題ないので先に帰るそうです。山岸、二人の居場所は？すみません、まだはっきりとは。ひとまずは寮に戻ろう。おい秋彦、聞いてるのか？今日は10月4日だったな。そうですけど。先に戻っててくれ。俺は二人を探してから戻る。あ、ちょっと先輩、どうしたんだろう。秋彦、約束通り来てくれましたね。なぜ呼んだかわかりますか？作戦を放ってまで来てるわけだから、わかってるんだよね。ちょうど2年前の今日、10月4日、あの日、僕の母さんはここで死んだんだ。死因は交通事故ってなってるけど、あれは事故じゃない。僕は見てた。母さんは、殺されたんだ。お前が殺したんだ！いいことなんて一個もなかった。生きてくなんて辛いだけだった。周りだったそういう扱いさ。どこに行ってもかわいそうってさ。いる意味がないんだ。死んじゃおうって思った時もあるけど、このまま母さんに会うなんてできない。だから決めたんだ。お前を見つけるまで生きていようって。あの日のこと思い出したくもないって言ってたの。だから今日が満月って分かった時、お前を呼ぼうって決めたんだ。今日は母さんがついてる。自分のしたことを思い出させてやる。僕がお前を殺してやる。分かった。まだ誰も戻ってないんだ。つか真田さん、様子変だったよな。今日はどうなってんだ。10月4日って何かの日だっけか。10月4日、しまった。そうか、作戦に気を取られすぎて思い至らなかった。今日は天田の母親の命日だ。命日？山岸、急いで荒垣と天田の居場所を突き止めてくれ。二人一緒にいる可能性がある。秋彦も多分そう気づいたんだ。わかりました。あの、どういうことですか？天田の母親が命を落としたのは、公には事故となっているが、本当は過去の私たちが原因なんだ。え？2年前、イレギュラーで街に出たシャドウを撃ちに行った時のことだ。ペルソナを得たばかりの荒垣に軽い力の暴走が起きたんだ。敵を追うのに気を取られていたとはいえ、民家が巻き込まれてしまってな。運悪く一人だけ犠牲者が出てしまった。それが天田の母親なんだ。そんな、本当なんすか？じゃあ天田君にとって荒垣先輩は？天田は自ら志願して仲間に加わった。しかし今にして思えば。見つかりました。タスミフォードアイランドです。二人一緒です。それと近くにもう一つ反応は。秋彦君、待ってください。この反応は違います。これはストレガです。まずくねえか？最悪だ。先輩、追っかけよう。
やれよ。抵抗はしねえ。お前の言った通りだ。俺は忘れたかった。仲間と離れたのも薬で力を抑えたのも要はそのためだった。けど無駄だった。体が忘れねえんだ。気がつけばここへ来ちまう。見たくもねえ場所なのにな。俺のやったことだ。報いは受けるさ。だが、一つだけ忠告がある。忠告？こんな俺の命でも、奪えばお前は俺と同じ重みを背負うことになる。そいつだけは覚悟してくれ。なんだよそれ。命乞いってこと？今は憎しみしかなくても、いつか必ず背負っちまう。ふざけるな！そんなの背負うもんか！まったくその通りですよ。そんなもの背負うはずがない。必要もない。彼の行いは復讐なのです。殺されたのですから殺してもいいはずでしょう。そうさ。何の用だ。仲間が一人欠けてしまったので先回りがしづらくなりました。しかしこのまま放置するわけにもいきません。てめえ。恐れる必要はありません。これは通過点に過ぎない。あなた方は救われるのです。だと。おや、自分を殺そうとする少年をかばうと。ああそうでした。復讐などなくてもどのみちあなたは死ぬ運命。どういうことだよ。ペルソナの抑制に薬を使い出してもう随分と経つはずです。あなたはもう長くない。適当言ってんじゃねえ。自分の体のことでしょう。分かっているはずです。どういうこと。勝手に死んじゃうっていうのか。僕が何もしなくても勝手に。そんなのありかよ。それなら僕は今まで何を。死が何によってもたらされるかなどどうでもいいことでしょう。少年、君からは彼とは別の意味で生きている匂いがしない。彼を殺した後で自分も死ぬ気だったのでしょう。アマダ、お前。タイミングが少し前後するだけのことです。どのみち二人とも死ぬのですから。私が今確実に息の根を止めてあげましょう。ふざけるな。嘘だ。では遺言の代わりに聞いておきましょう。千鳥と似た情報の使い手が君らの中に一人いるはずですね。あなた方の方が情報が早くてね、シャドウを守ることができないのです。教えてください。誰、言わないとほら、傷がどんどん悪化していきますよ。どうしたのです。教えてもらえませんか。それとももう口が聞けませんか。そんなやつ。待って。僕だよ。本当ですか。ああ本当だよ。それができるから、だから僕は子供でも戦いに加えてもらったんだ。な、何言って。うわ。お静かに、あなたには聞いていません。どうだっていいさ。僕の復讐はもう終わったんだ。もう、ここにいる理由だって。もう、これ以上戦ったって。なるほど、君は十分に生きたというわけですね。素晴らしい覚悟だ。君を先にしましょう。
楽におなりなさい。母さん。これ、あ？どうしたというんです。この子供を救って、あなたに何か得の？新垣さん。新人。お仲間ですか。ここで水を差すとは、興ざめなこと。では、いずれまた。新人、おい、しっかりしろ。